はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のファーストテイクは、焼肉アクションゲーム焼肉奉行、はい、こちら挑戦してみようと思います。ということでリセット。まあ焼肉奉行は焼肉を焼くゲームです。肉も燃えるが、ゲームも燃える、焦がさず満たすは奉行の定めということでね、焼肉を焼いてお客様に満足をしてもらうゲームなんですけども、まあ、あのメディアエンターテインメントさん、この頃はね、あの牛角とかやってるグループ、まあ、こういう協賛なんですけど、レインズなんだかってことをこうきょあの組んでいろいろとあのゲーム出してた時期がありましたね。ということで、まあいろいろとボードあるんです。今回焼肉奉行の初級をやっていくと。でこうチュートリアルがあるんで見ていきましょう。で、上に3人お客さんがまあいて、でそれぞれ好きなものと嫌いなものがあって、で下の網であの僕が焼く係ですね。バツボタンでこう焼いてって、でバツボタンで裏返して、でそれぞれの3人のお客さんのところに丸とか丸三角四角が書いてあるんで、そのボタンを押すとその肉を差し出す、で食わせるみたいな。これ直接口に持ってってる感があるんだけど、多分お皿に入れてあげてんだと思うんだけど、でこれが多分今丸焦げ状態なのかな。あの丸焦げとあの 生焼け。うん、焦げたら削ると。中心は倍で焼けると。だからあの 4×3 の網で真ん中の2個がよく燃えるっていうことですね。という感じなのかな。まああとは好き嫌いを見極める。好き嫌いがな、どのぐらいこれが意味があるのかよくわかんないんだよな。多分真ん中が一番こう、で野菜が焼けないから、とりあえず野菜をなるべく、あーなるほどね、そうやると野菜がよく焼けるのかということでね。多分この辺牛角関係ないと思うんだけどね。はい、そんなは焼肉奉行ということでね、ここすうまい焼肉店、カルビが大好きっす、人参ダメっす、漢字は部長、部長金の次に肉が好き、野菜はいらんぞ、んここが噂の店かね、うまいことこう頼むよ。で OL でした。本当に OL って名前だった。やっぱり肉が好き、野菜系がダメなのね。真ん中に野菜を寄せる感じで、焼けてんのかな、どのぐらい焼けてんのかな、これ。
あ、マジです。真ん中野菜置くつもりだったのに肉置いちゃった。もう一回いけないな、これ時間的に無理だな。とりあえず食わせる。うまいな、うまいな。ここまで。よし、店を新築してやろう。いいね、奉行合格。よし、順調ですね。おいしい肉生活。小学生、とりあえずお肉、生っぽいのはダメです。でもあんまりいっぱい食べたくないなぁ。9歳ね。で、これは親子じゃないんだよね。ザマス夫人、31歳、老けてんなぁ。で、マッチョ親父。これ、親子じゃないんだよね。まあいいけど。よし。いや、野菜も食わせるぞ。食え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 。あれ、うまいぞ。最悪じゃま。やばいな、これだいぶやばいな。だいぶ緊張だな。うまいぞ、うまいぞ。間違えた。あー、最後にしていっぱいなんか食わしちゃった。奉行失格。あー、最後な、嫌いなお肉たくさん食わしちゃったからね。まあしゃあないってしゃあしゃあないんだけど、ちょっとなあ。まあファーストテイクだからなあ。まあしゃあない。またね、あの機会があればやろうと思います。はい。つうわけでね、微妙奉行、客の好き嫌いにもっと注意するのだ。まあまさにそれですね。まあ今最後のところでもう少し野菜とか、あ、真ん中左右に分けて苦手じゃないものをこうちゃんとあげればいけたかな。うん、まあいったな。まあでも今の初級なんだよね。
だから初級をクリアして中級上級っていかなきゃいけないんだけど、まあまあとりあえずこんな感じでした。なんでね、まあ他にもいろいろモードあるしね、皆さんもね、ぜひ焼肉をこう、なんだろう、こう、牛角であんなね、サービスはないんだけど とにかくね、焼肉をこう、ね、食べたいけどちょっと、でもちょっとな、胃も持たれるしと思ったら、このゲームをプレイするといいんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずね、どっちにしろこう、焼かないでお客さんに出すゲームですからね。ということで、皆さんもぜひ、このゲームを持っていたら、お持ちでしたら、ぜひ、チャレンジしてみてください。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。